はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。はい、今日はですね、早速ですが、このところちょっと長い動画が多かったので、今日はとても短時間です。そして背骨や肩甲骨、骨盤が良くなってウエストが引き締まる動きを紹介したいと思います。トルソーストレッチ、体幹を、効果的に動かしていくんですが、はい、では早速やってみましょう。ではですね、足をクロスします。体をまっすぐ前にして、で手と足を上下に引っ張り合うようなイメージで引っ張り合います。はい、ではお腹をしっかりしてください。回します。1、2、3、逆回しします。1、2、3、横です。1、2、3、反対です。1、2、3、はい、ゆーっと伸ばしますね。そして足を入れ替えて、手を後ろ、クロスできたらクロスなんですが、胸をグッと押し出して、はい、骨盤を前、もう一度グッ、はい、前、ふー、前、ふー、はい、そしてですね、お尻を後ろに突き出しながら気持ちよくツイストします。1、2、3、4、反対です。1、2、3、4、そして足を入れ替えて、もう一度体をグッと引き上げてください。そして胸をグーッと押し出したら、ちょっと骨盤を前に押し出します。あ、はい、ではお尻を後ろに突き出しながらギューッとツイストします。骨盤が整っていきます。はい、反対です。ふー、はい、起こしていきます。ふー、前に1、どちらの手をね、前にしていただいても構いません。はい、反対です。ふー、ふー、はい、横です。さあ、逆もです。ふー、はい、ではですね、回しましょう。ということで、皆さんいかがでしょうか。骨盤がですね、ずっと座っていると骨盤が開いて歪んで、内臓もちょっと下がってて、それでむくんでるんですよね。それをしっかり、締めるね、整える作用を起こしました。そして背骨をナチュラルにですね、動かすという動きを行ってみました。これ、短時間でできますが、こまめにやっていただくと、体の調子も良くなってしなやかに引き締まっていきます。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。今日はですね、短時間でどこでもいつでもやっていただきたいという、思いで、この、ね、トルソーストレッチ、引き締めを、紹介しました。いかがでしたでしょうか。ということでですね、皆さん、今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。体を動かすと体も心も脳もリフレッシュしていきます。ということでした。はい、ではまたね。明日もよろしくお願いします。大谷でした。